日向政宗の件は非常に遺憾ですね。彼は自ら離反したということになるのでしょう。離反になるか。歴史改変に手を下しかけたわけだからな。日向君はあの時様子がおかしかったんです。もしかしたら時間素行軍に干渉を受けていたのかも。あ、日向は元の主に強い共感を抱いていたような。敵に狙いをつけられる隙があると睨んでいた。うん、面影には礼を言わなければな。お前の予測のおかげで歴史改変は防がれ、日向は手を染めずに済んだ。ありがとう。いや、本当に何も気づかず何もできなかった自分が歯がゆくてなりません。黙っていてすまなかったね。確証が持てない以上、面影と隠れて動くしかなかったんだ。ええ、だからこそ悔しいんです。仲間の力になれなかった自分が。悔いている時間はありませんよ。次の義士が慶長5年関ヶ原方面にて進もうとしています。関ヶ原の戦い、石田三成が望みを果たすならここで勝負をつけるはずですよね。もし日向君が石田三成を助けるつもりなら戦場に現れるかもしれませんね。ああ、その通りだよ。わかりました。一連の流れは必ずここで止め、我々の仲間を迎えに行きましょう。義士が検出されました。関ヶ原の戦いを前に、石田三成は家康に追従する大名の調略に乗り出します。細川忠興の妻ガラシャにも兵を差し向けますが、正史ではガラシャはこれを拒否して自害しています。細川忠興様は妻を心から愛していた方だけど、ガラシャの自害を望んでいたのもあの方なんだ。石田三成の手に渡るくらいならと思ってのことだろうが、全く苛烈だね。しかし今回の流れではガラシャが人質に取られているな。自害の前に押し入ったか。生きたガラシャが石田三成の手に渡れば細川忠興の判断も変わってしまうでしょうね。忠興様を西軍につかせてはそこから歴史が動く。早々に三成の計略を止めなければ。河川さんもまた元の主の運命に関わることになっちゃいますね。いや、僕が心揺らすことはないよ。一人の女性の正しい歴史と人生を守るだけさ。では細川屋敷に向かいましょうか。近之助、日向の行方は分かりましたか？今のところ日向政宗の反応は見当たりません。まあ簡単にはいかないですよね。戦闘中でも見つけたらすぐ教えてくださいね。新たな流れが検知されました。奥方様、道成の兵がもうそこまで。妙な化け物の姿もあるようです。急がねばなりませんね。侍女たちに裏から逃げるよう伝えてちょうだい。私も奥の間に参ります。すぐに追いつかれるかもしれませんが。細川ガラシャ、何やつ。恐れることはない。僕たちはあなたの夫の代わりに来たようなものだ。忠興様の。あなたの身を守ってやれるわけではない。なすべきことをなせるように手助けするだけだ。
そうですか。どなたかは存じませんが、お礼申し上げます。忠興様のため、誰にもこの命渡すことなく果てさせます。どうか時を稼いでくださいませ。任せてくれ。その覚悟必ず守ってみせよう。受けたまわりましょう。よし、一ニートだ。細川の兵に手を貸して時間を稼ごう。ガラシャがその覚悟を果たせるように。まずは辺りの時間差効果に通しましょう。妻の死をひどく嘆き悔しいが、自ら自陣を命じてみてどう思うか。原因なんて関係ないですよ。大事な人がいる。お見事。誰だって悲しい。貴様ら、なぜここが分かった。俺も傍らの時間差工具には動じないが、我々が来たら大喜び。三成と内通し、貴殿がガラシャをさらう算段だったのだろうが、させはしないよ。裏に潜む脅威は覗きました。残るは庭の敵のみ。行きましょう。昔とは違う自分、受け入れていきましょう。彼らの心遣いに感謝を。最後の時です。一つ歌を読みましょう。知りぬべき時知りてこそ世の中の花も花なれ、人も人なれ。奥方様、ごめん。遅かったか。このことは他言無用だ。忠興殿には妻を人質として預かったと伝えよう。
そんな、死んだ人を利用するって言うんですか。いくらなんでもひどすぎますよ。生死ではガラシャは自分の亡骸が利用されないように屋敷に火をかけたが、今回はその時間がなかった。加えて石田三成が生死より強硬な手に出ている。妻の髪でもちらつかされれば危ういな。そうですね、演算結果でも細川忠興が西軍につく流れは変わっていないようです。今からでは三成の動きを阻止できない。だが機を待って細川忠興には真実を教えてやればいい。確かにガラシャがすでに自害していると知れば、怒りの矛先はむしろ三成に向くでしょうね。三成は妻を死なせて嘘までついていたんですもんね。細川忠興もすぐに東軍につくかも。でも伝えるの嫌だな。あなたの大事な人は死んでしまったなんて。うん。これからも精進しよう。では始めましょう。やってみよう。うん、よかった。うっしの俺でもまだ強くなれるなら確かめておくか。ああ、承知した。向かうは関ヶ原の戦い当日の地点です。東軍による小早川秀明の調略が難航しています。原因は細川忠興による妨害か。ああ、細川さんたら西軍型に組みしてくれちゃって。戦果を上げればガラシャは生きて戻るとか石田三成に吹き込まれているのかもしれないね。あの方を止めるにはやはり真実を伝えるしかないな。あ、小早川には静止通り裏切ってもらわなければ。関ヶ原の戦いはこれを機に西軍劣勢になる。カズ、ここは私に任せてもらえませんか。かつての主に過酷な現実を突きつけるのはあまりに辛い役目です。いや、僕が行こう。どんな言葉をかければあの方に伝わるかは僕が一番分かっている。それに僕が役目から逃げてはヒューガに合わせる顔がなくなってしまうからね。わかりました。細川忠興に接触した後のことは君にお任せします。そこまでは俺たちが全力で手助けしますからね。新たな流れが検知されました。受けたまわりましょう。共に参るか。よし、行きましょうか。細川忠興は黒田軍を攻撃してるみたいです。まずは黒田長政の救援に当たる。話をするのはその後だ。いました、黒田長政です。助けに入りましょう。礼を言おう。我々は松尾山山頂へ向かう。忠興殿と戦うことになるよ。ここは山頂まで黒田長政を防衛しませんか。そうしよう。気になる名前も聞こえた。もう
山頂まであと少しなのに。焦らない、隊長を全力で手助けするんだろ。山頂を目指そうか。ですね。小早川殿、家康様から文を預かっている。貴殿も徳川方に首するといい。だ、大事の時は家老に話を聞かねばならぬ。だが細川殿に連れ出されてしまったのだ。一足遅かった。どこへ行かれたのか。そう遠くでないといいな。雑木林の周辺に細川忠興と小早川家家老平岡頼勝の反応を確認。受けたまわった。小早川秀明の若さに目をつけ家老を連れ去る。あの方も嫌な手ですか。僕らの目的は忠興さんだ。小早川のご家老どり、なるべく穏便に済ませたい。平岡頼勝を巻き込まないようにしましょう。我々の行動が歴史を変えてはいけませんから。俺も一二を見習わないと。さては徳川の兵が平岡殿を奪いに来たか。させん。ガラシャのために断じてさせる。話ができる状態じゃない。すまぬ、少し落ち着いていただこう。平岡頼勝殿、あなたの主が探していました。一度陣へ戻られてはいかがでしょう。ああ、そうである。任務が終わりました。私はガラシャを取り戻さねば。貴殿に話があってきたが、どうか聞いてくれないか。貴殿が西軍に従う理由はとっくにない。何？石田三成のもとにガラシャが人質になっていると聞いているだろうが、それは残酷な嘘だ。ガラシャは貴殿の望み通り命を絶った。ガラシャがもういない？まさか。散りぬべき時知りてこそ世の中の花も花なれ、人も人なれ。それは時勢の句だよ。読み手が誰か貴殿には分かるだろう。ああ、彼女は覚悟を持って散っていった。とても高潔で雅な姓だったと僕は思うよ。最後まで美しい歌を残したものよ。自由にさせてやれなかったのは私なのに。すまない、母ちゃん。修復が進みました。
お疲れ様でした、河川さん。ああ、もう大丈夫だ。忠興様は本来の心に従い、この戦を戦い抜くだろう。細川忠興の協力で、小早川の調略は成功するはず。ついに、関ヶ原の盤面が整いましたな。あとは東軍の勝利を見届けるのと言いたいが。演算結果が修復されたのは一部のみ。依然として関ヶ原の勝者は西軍のままです。肝心の勝敗が立たせていないな。石田三成がどんな策を用意しているかは全く情報が得られていませんね。近之助、日向君の情報はどこかに彼の反応はないんですか？今のところ検出できていません。そうですか。気を落とす必要はない。歴史修復を目指す限り必ず間に合える。石田三成とも日向とも。ああ、乗り込むしかないようだね。関ヶ原の勝敗が決する地点へと。俺がいなくてもこの本丸なら。興味はない。では始めましょう。さて、少々本気を出すか。わかった。では始めましょう。死ぬわけじゃなし、気楽にやるかな。構わないよ。え、これはわずかですが、関ヶ原に日向政宗の反応を確認。戦場に出ているものと思われます。日向君、よかった、無事だったんだ。希望が見えましたな。何としても敵の手中から日向を取り戻しましょう。刀剣男子の戦力は一騎当選。日向は間違いなく西軍勝利の元凶の一つだ。干渉を受けてしまった以上、簡単に正気に戻せるとは思わない方がいい。日向とも戦うことになるということかい。覚悟はしているよ。けれど刀を交えた後には心を必ずつないでみせよう。文系としての誇りを持ってね。悲しみも苦しみも雅に乗り越えてきた仲間です。きっと日向君は戻りますって。ええ、行きましょう。西軍勝利の歴史改変を阻止し、皆で本丸に帰るために。新たな流れが検知されました。
超越。カセン、君の助けになります。いた！戻してみせますから。そのためにも東軍の劣勢を覆さなくては。苦戦している将を助けに行きましょう。来たよヒューガ、もうやめにしないか。言ったよね、邪魔をしないでって。あなたたちに構っている暇はないんだ。待ってください。王にはこの敵を倒すしか。有効か。いざ。軍の劣勢を覆さないと。細川忠興を助けに行きましょう。間に合ったようだね。ここは僕らに任せてほしい。どうしてもお前たちが巡り合わせとは不思議なものよ。細川の殿様が惚れ込むわけだね。首を差し出せ。せめて雅に死ね。東軍の劣勢を覆せました。西軍の気迫は衰えません。もはや僕らで石田三成を止めるしかない。本陣へ向かおう。あの方のところへは行かせないよ。この戦は西軍が勝つんだ。ヒューガ君が歴史を改変するなんて嫌だよ。だから止めなきゃ。君と戦ってでも。Yeah!
手洗い真似をしてすみません。どうかここで待っていてください。すぐに戻るよ。本陣へ急ごう。あの少年は倒れたが、私は引かぬ。今我が軍に会い、並々ならぬ気迫。ですが蹴落されはしない。騎兵となる覚悟を決めた今、この身朽ち果てるまで忠義を尽くす。いや違う、私が義を果たさずして死ぬことなどはありえない。まだ立ち上がるとは。虫を呼ばれた。警戒してくれ。貴様への仕置きだ。首を差し出せ。せめて雅に死ね。作法者が。必ずや再起を。一仕事終えた後の朝子は風流なものだね。文系であることを押し通せる世の中、話をする時間はなかなか有意義だった。石田三成は敗走した。天下分け目の大戦はこれで決着だ。早く日向君のところに戻りましょう。ちゃんと話をしたいです。関ヶ原は戦いはどうなったの？あの方は。勝敗は決しました。正史の通り、西軍は石田三成は敗れました。負けた？そんなはずないよ。あの方は勝つんだ。関ヶ原の先も生きて願いを叶えるんだから。優雅くん、君の気持ち、俺少しだけわかります。でもこれが正しい歴史なんです。正しい？まさか忠義を貫いたあの方が罪人のように死ぬのが正しいだなんて言わないよね。そんなの破綻してる。残酷すぎて物語にもならないじゃないか。やはり優雅はもう。では偽りの夢を追って憎悪を抱えて生きていくことが雅だとでも？君は筑前で見たはずだよ。関ヶ原を生き延び死を奪われた石田三成の末路を。ヒューガ、君の知るかつての主はどんな人だ？石田三成様はまっすぐな方だよ。誰に何を言われても主君への忠義を貫く。不器用なくらい一途で純朴な心をしていた。
僕はそんなあの方のあり方が好きだったんだ。植えられた憎悪に支配されるなんてあの方らしくない。なんと戻ってくるって信じてましたよ。お帰りなさい、ヒューガ。お見事。俺一人で十分だ。慣れ合うつもりなどない。イチゴ、すまなかったね。おや、何のことでしょう。先の調査で面影と僕で立てていた作戦をあらかじめ伝えていなかったことについてだ。先に伝えていればヒューガの件も含めもっと未然に防げていたのではと今更ながら思ってね。ああ、そのことですか。私はもう気にしていません。きっと皆も同じ思いなはずです。実際あの場は君たちの機転で事なきを得ました。感謝していますし、怒る道理はないと思っています。しかし。ですが、だからといって独断で動いていいわけではないですな。加瀬も分かっていることでしょうが。無論、なぜなら僕らは共に戦う仲間ですから。これより先我々に隠し立てはなしでお願いしますな。分かった、感謝する。貴殿のおかげで少し肩の荷が下りた気がするよ。では始めましょう。よし、やるぞ。頑張るぞ。もうちょっとなんだけどな。やった、ちょっと強くなったかも。